なかなかその塩梅が難しい部分でもありますよ ね、 そのその毎回のようにコロコロ種目を変えていくと今度はその進歩が分かりづらかったりしますし、そす、ね、逆にその毎回毎回も同じ種目を同じセット数同じ重量でやっても当然筋肉は頭打ちになってしまいますし、そこの変化のつけ方と継続して記録を伸ばしていくというところの、まあ、バランスの取り方もそうですね、難しいところですね。けれども永遠にベンチプレスが毎年毎年何キロも何キロも上がっていくはずはない、はい、まあ、やはり胸の筋肉を大きくするためのベンチなのか、あるいは競技のためのベンチなのかも違うと思いますし、まあ、なぜそれなのか、スクワットでもそうですね、いつまでもこの重量は扱えるわけじゃない。でけれども大事なことはやってて楽しいっていうことだと思います。やっぱり担いでて、あるいはベンチに寝てやり終えた時苦しいんじゃなくて楽しい、まあ、そうすると体っていうのは不思議なことに、まあ、丸みが出てくるんじゃないかと思います。なるほど、はい、あの、まあ、もちろんこれは決して、まあ、根性論ではないと思いますね。根性っていうのはあやふやで鞭打つようなことがあるんですけども、まあ、強い意志ではありますが、でも人間の筋肉をボディービル的に考えて変えるためには、まあ、やっぱりいろんなタイプの刺激が永遠に全臓的負荷が大切なことは分かっているけれども、そうでない部分もあるんだという、まあ、比較的あのやんわりとした考えを持つのも僕は筋肉にとってはいいんじゃないかなと思います。うん、なるほどですね。まあ、どうしてもこう先生おっしゃったように永遠にこう重量を伸ばしていくことはまあ絶対できないですし、頭打ちが来ることもありますし、大きな怪我をしてこうその種目ができなくなってしまうこともまああったりして、半ば強制的にやり方を変えざるを得ない時期もまあ出てきたりします。でトップ選手のねやり方なんかを見てると、筋肉だけにこうしっかり負荷をかけるようなフォームで今はやってるけども、実は若い時はもうガンガン重量を追いかけてやってきたけども、頭打ちになったのでそこから変えましたとか、そういうこうまあ歴史があったりして、その人なりに継続してこうボディービル的にこう体を良くしていくためにどうしたらいいのかというのをこう追求して、いろいろこう変化をつけながら来た歴史なんかもあったりするので、そういう意味ではそのトップ選手 の、 その今の取り組み方を見てそれが全てだと思って真似をするというのもちょっと危険ですよ ね、 ですね。まあ、やはりあの人さまざまな人生がありますので、そしてトレーニングばっかりしてるわけではありませんから、それぞれの、まあ、いろんな幸せ不幸せなイベント、そういうものも当然あっていくわけですから、まあ、そこでどうやって工夫して今トレーニングをしているか、僕はそこはとても大事だと思います。けれどもその人が過去にやってきたこと、それはやっぱり自分としてはまあ一つのイベント思い出に過ぎないと思いますので、今彼がどういう工夫してこのトレーニングをしていく、そういうのはやっぱりたくさんいろんな機会で持って僕はあの聞いていくべきじゃないかなと思います。それも知識のとしてあると思います。でも全部それが自分に当てはまるわけではない。なるほどですね。まあ、だからその表面的にこうこの種目このやり方っていうのをこう真似するだけではなくて、じゃあその方がこうどのような意図を持ってその種目をそのやり方を選んでいるのかというところまでしっかり理解した上で、ご自身に合うかどうかもしっかり考えた上でやっていくと。そうですね。まあ、そういういろんな方のそういう考えに触れながら引き出しを増やしていく努力というのもやっぱり必要になってくる。そうですね。もちろん若い頃あるいは幼少時からやっている心肺能力、いわゆるスタミナがあるスポーツをやっている選手というのはやっぱり大変強いと思います、はい、まあ、いわゆる何セットやっても疲れない。でもそうでない、まあ、それこそ出会いがボディビルとの出会いが比較的遅い、結構人によっては運動経験がないままふっとこのスポーツに出会う人もいると思います。そこでたくましくしたい、まあ、いわゆる草食系の人が同じような体型のトレーニングをしたら体が持たないと思います。絶対に病気になります、はい、で疲労も抜けない、日常生活も障害である、それは楽しくないわけです。だからやはりその人のあったやっぱりセット数、重さ、そして頻度っていうものは確実にあるはずだと思います。ですから大事なことは根性論、痛みを乗り越えろ、
我慢しろってそういうものではなくて、やっぱり続けていけるだけの、まあ、自分のリズムっていうか、その環境をどう作れるかで僕はやっぱり体っていうのはやっぱり変わってくるんじゃないかなと自分は信じてますけど。なるほどですね。それこそネットなんかではね、こう何々理論がどうだとか、はい、誰々の理論がどうだとかっていう、こう論争が起きたりしますけども、そのでそういう型にはめるんではなくて、やはりこうその人その人に合ったやっぱりボリュームもありますし、強度もありますし、生活を維持していくっていうこともありますので、そういったバランスを考えながら、ご自身に合ったやり方、まあ、大会に出るにあたってはね、どうしても苦しいことをこう我慢する、乗り越えるっていう局面もどうしても出てくるとは思うんですけども、その中でもやっぱりこう大会に出るまでの過程を楽しんで続けていけるようなやり方というのを追求していっていただきたいなと、はい、思っております。今 YouTube とか SNS でやっぱりすごい人ばかりやっぱり目立ってしまうので、そういう方のある意味ちょっと極端な意見というのが目立つようになってきましたけども、それに憧れてまあやってみるのもいいかもしれないですけども、 それが本当に自分に合うかどうかっていうところはこうある意味冷静に見ておいた方がいいですよね。はい、僕はすごいことだと思います。やはり、まあ、自分も見てきた我々の世代の同世代のトップの選手たちは、それこそやはり人生をかけてこのトレーニングに、まあ、打ち込んできて、それがやはりあの結果をなってるわけですね。でそして彼らの生き様はやっぱり今でもかっこいいと思います。でけれどもそこまでになれなくて、もう努力はしたんだけどタイトルに恵まれなくて、まあやはり埋もれていった、太さも同じすごい選手たちってやっぱりいっぱいいました。でも彼らのやっぱりそれなりに引いていった工夫の過程っていうのはやっぱりあの当時っていうのは残せなかったわけですから、今の選手たちは、僕はいろんなこういうメディアの問題もありますし、ブログの問題もありますから、自分がこうどうやって環境を作ってるかっていうのをやはり書き残していってくれるか、あるいはそれを興味を持って記録をしていってくれる第三者がいるとすごく蓄積になると思います。なるほどですね。アメリカのあるいはヨーロッパの一部のメディアがすごかったのは、アーノルド・シュワルツェネッガー、コロンボたちが活躍してきた時に、彼らを環境を与えてあげるパトロンがいたわけですね。そして彼らはそれに応えた。そしてそれを彼らの生活を記録するカメラマンもすでに1960年、70年の時にいたんですね。もちろんリッチではなかったけれども、でも彼らはその環境の中でどういうトレーニングをしていったら自分はここまで作れたんだっていう、そして次の憧れを引きつける道を作ったんですね。ですから日本もまだまだ裾野が広がってますので、それぞれのいろんな環境でこういう工夫をした、そしてその工夫の結果としてその集団ができて、そしてそこで生きていく道ができれば、もっと花のある選手が増えてくるんじゃないかと思って自分は期待してます。まさにパンピングアイアンの時代ですよね。そうですね。もう日本では考えられない、まあ、追っかけがいるわけですね。だからもう映画まで作ってしまおうと、そして彼らにお金を与えて生活までしてもらおうというパトロンもいるわけです。はいはい。まあ、それこそこうアーノルド・シュワルツェネッガーですとかフランコ・コロンブなんかはもう本当にボディービル界のレジェンドですけども、競技を始めてジョー・ミダーからその才能を見出されてアメリカに来た当初はこうレンガを積むアルバイトをしながらトレーニングに励んでこう体を作ってミスターユニバース、ミスターオリンピアに上り詰めた、まあ、そういうストーリーをあの時代でしっかりこう記憶を取っていて、もう今までこう残ってるっていうのはやっぱりすごいことですよね。そして彼らはちゃんと短い時間で集中するのも大事だけれども、彼らは結構与えられたトレーニングの時間が多かったもんですから、ハイボリュームで、はい、そしてそこに集中すればこれだけ体は大きさも、そしていろんな彼も欠点がありましたけど、その欠点を克服できるんだぞとっていうことを示してくれましたよね。ですから、まあ、やはり彼らは応えて、そして心肺機能もやっぱりあったんでしょう。そしてもう一つは若い時に始めて、非常に若い時に出会って始めて、いわゆる筋肉の形が変わる時に
いい環境でトレーニングを出会えることができたということで、あれだけの体も作れたんだと思います。ですからこれからますます若い選手たちがこの業界で仕事がの機会が増えてきて、まあ、リッチに習う人はごくわずかなんですけれども、いい環境を見つけて、まあ、夢を追ってでも強い意志でトレーニングしていけば、うん、素晴らしい選手が出てくると僕は思います。なるほどですね。まあ、それこそ今なんかはこう YouTube とかでこういろんな選手が普段の生活の様子からトレーニングの様子まで、あれはいいですね、こう、はい、発信するようになりましたよね。やっぱりそういうのが増えてくると、その人がいかにしてトレーニングの環境を作っていって、限られた時間の中でいかに工夫をして体を作っていくかっていう過程がやっぱり見えてくるので、やっぱりそういうのが増えれば増えるほど、こう競技を始めようとする方にとってもこうプラスになってきます。はい、ね。そして彼らのトレーニングの仕方をサポートするやっぱりマシンが、やっぱりもっともっと日本で作れるマシンっていうのは生まれてくると思いますね。なるほどですね。はい、今浅見先生からね、マシンのお話が出ましたけども、実は浅見先生こうトレーニングのマシンについても非常に詳しい、それこそ往年の名機と呼ばれるようなマシンから最新のねマシンに至るまで、さまざまなこうマシンをご自身の体でも試してらっしゃいますし、やっぱり知識もすごいお持ちですので、またね別の動画でそのマシンについてはしっかり語っていただきたいなと思ってるんですけども、ここまでこう大会で勝てる体ということで浅見先生にお話を伺ってきましたけども、視聴者の、ね、方からすると、こう例えば肩が大きいとか胸が大きいとかそういうのを、まあ、期待してた方が多かったと思うんですけども、浅見先生が考えるその勝てる体のコツっていうところでいくと、そういうなんかこの筋肉の大きさがとかそういう小さいことではなくて、もっとその根っこにあるマインドセットですよねのところがやっぱり大事になるのかなというのを強く感じました。やっぱり大会で勝つためにここの筋肉をつけたらとか、ここの筋肉をつけたらというのももちろん大事ではあるんですけども、そういうこう工夫をしていくためのこう土台になる環境づくりですとか、自分に向き合う情熱ですとか美的感覚ですとか、そういうところがしっかりしている選手というのがやっぱり上に伸びていく、勝てるようになっていくということですよね。なかなかそういうところをね解説している選手の方ですとか指導者の方ってなかなかいらっしゃらないので、今回お話を伺えてですね、私も本当に勉強になりました。はい、花と言われると、あ、確かに勝つ選手ってそうだよなって思いますし、そういう花のある選手っていうのは一緒にステージで並んでてもやっぱり違うんですよね。もうこの人が勝つだろうなって思いながらステージに立ったことも私もこう何回もありますし、観戦に行けば、あ、この人すごい花があるな、かっこいいなとか、それは単純にこう筋肉の大きいとか脂肪が削れててこう絞れてるとか、それもあるにはあるんですけど、それはただ一つの要素でしかなくて、やっぱりそのいろんな要素が相乗効果を生んで、最終的にやっぱりかっこいい、こうボディービル的に優れた体プレゼンテーションとして現れてくるということで、表面的な筋肉どこにつける、そういうことだけではなくて、もうちょっと根っこにあるボディービルをやるための環境づくりですとか、情熱を持って楽しんで工夫をしながらトレーニングに継続して取り組む、そういうところをしっかり磨いていくのが、やはりまあ遠回りのように見えて近道になるということですかね。そうですね、僕はやはり、まあ、もちろん体育会系の人からすると異論があるかもしれませんけど、けれども僕は一種のアート、芸術だと思いますので、動く彫刻と、それが表現できなければ本当にこうもったいないなと思います。はい、ですから表情一つ、プレアクション一つ、その人の嫌味のない個性を磨いてほしいなと思いますね。はい、まあ、そういう個性というのはやっぱりその根本にあるところからやっぱりにじみ出てくるものがあるわけですね。比較審査あるいはジャッジが進むにつれてメッキが剥がれる選手がたまにいます。なるほど。まあですからどんどん悪くなる、最初は良かったんですけども、
やはりでもそのメッキを剥がす、まあ、審査員もなかなか鋭いと思います。それはやはり付け焼きだからなんですね、うん、ですからやはり普段しっかりと、まあ、オフから兼ねて練習してきている選手というのは何度同じポーズをとっても場所を変えられてもやはりその振る舞いは変わらないと思いますので、まあプレジャージングの過程を観客が楽しむっていうのも大事だと思います、はい、メッキ剥がしと僕は呼んでるんですけど。なるほどですね、はい、まあ、そういう意味ではやっぱりしっかり練習を重ねてやっぱり表現を磨いていくということですね、はい、ありがとうございます。なかなかね大会に出たことがない方からするとこの取り組み方とかね環境づくりとかピンとこない方もいらっしゃるとは思うんですけども、大会をね目指していく中でおそらく根本的なね取り組みのところの重要性というのを肌で感じる瞬間というのが、ね、必ず来ると思います。でそういう時にこの動画を思い出していただいて浅見先生の言葉を思い出していただいてしっかりね土台作りから頑張っていただければなと思います。今回はですね浅見先生にお越しいただきまして、ボディービルで勝てる体の作り方ということでお話をいただきました。この動画が参考になった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。その他にもですね浅見先生に解説をしていただきたいことがございましたらコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。